今だと、まあ、いつものももがさんの足の開き具合ぐらいですね。ちょっと戻ってきた。戻ってきたって感じですね。いい、決していい状態ではないんですけど。まあ、だから、もともとそんないい状態じゃないところに、結構そう、はい、ムールで、結構たくさん歩いたとかってなっちゃうと、はい、やっぱ顕著に出るから、出たじゃないですかね。まあそう、やっぱちょっと撮影用とかぐらいの気持ちでいた方がいいかもしれないです ね。歩きやすいもので、まあ、歩くんだったらやっぱスニーカーとかの方がいいですよ。ちょっとね、まあ、荷物出ちゃったりしますけど、うんうん、結構怪我とかもつまずいたりとかねしやすいじゃないですか、ああいうものって、うんうん、動かないですね。今日背中すっごい硬い。息苦しくなかったですか？うん。なんか結構簡単に息上がっちゃうようなとかありそうな。うん、なんか鼻息がうるさいんですよね。多分なんか回らないんですよ。うまく酸素がこれ、あの肺がちゃんと膨らまないから。うん、だと思う。だってバリバリすもん、うん、寝苦しかったりとかも出ません？ありますね。浅くなっちゃったりしますよね、うん、めっちゃ硬いですよ。やば、すごい硬い。今日なんかだいぶ、今日だいぶですね。本当ですか？うん、すっごい背中硬い。いや、なんか昨日ほぐしてもらったし、ひょっとして今日調子いいんじゃないかなと思ってました。多分むしろ硬くしたかもしれないって言ったら悪いけど、でも全然ほぐれてないっすよ。ガッチガチっすもん。やばい。だってなんかいつもより硬いっすよ。いや、どうしてですか？いや、でもそう思いません？押されてて、うん、痛い。痛いですよね。だって全然指入んないっすもん。いつもよりむしろ硬いぐらいで、うん。そうですよね。だって前回揺らすだけだったら痛くなかったけど。そうですよね。前回痛かった。前回なんか1年ぶりですからね。それで来たのにそれで良くなってるはずなのに今こんなに硬いって、そのおじさん悪いことしてる可能性ある。そうですよね。なんかね、いや、変な人に体預けない方がいいですよ。あ、そうですね。私こう感謝しちゃったんですよ。すごい、あ、すごい、なんか体軽くなりました、ありがとうみたいな。いや、もうそんなこと言われると気良くしてまたやろうとしますそうですね。気をつけましょう。ちょっとあんまいい結果出てないですからそうですよね、はい、じゃあちょっと今度仰向けですね。一旦体を起こしてくださいで、なんか足がいつもと違いますね。あ、親指の上に乗っちゃってる、人差し指。あ、確かに、これ楽です、うん、これ、でも今日いつもこうじゃなかったですよね。いつもちゃんと離れてましたよ
やば。じゃあちょっと今多分足が結構痛くて、うん、上に力入ったりとかして、こう癖がこういう風になっちゃったのかも。ちょっとこう先のその尖ったやつ履いてました？あ、そうそう、それで靴ずれしちゃったんだ、ね、あ、それで足もう若干癖ついちゃってますよ。え、内向きになっちゃってる、親指。やばいですね。だからそういうの履かない方がいいですよ、長い時間。あ、うん、本当に簡単っすからね、足の変形とか。へ、割とその何日か気に入って履いてたらもうちょっと外反母趾になっちゃったとか。あ、全然ある話ですよ。意外と柔らかいっていうか動きますからね、骨もそのやっぱりこう固定されてたら、うん、なんかそう思うとハイヒール履きこなしてる人はすごいですよね。ああね、だからまあスタイルだったりとか、うん、うん、そのまああとはやっぱりちゃんと自分の足に合うものを選ぶんじゃないですか。その辺の、そうですね、何でもいいわみたいにはしてないと思いますよ。そうだよね、うん、あとインソールとかでも調整できたり、多少やっぱ滑んないようなやつとか。そうそうそう、あのちょっと足の普通シューマズのところにクッションつけるとか。あ、何気に多分見えない努力っていうか、うん、あると思います。ケアとか。そう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 。体幹がでも鍛えられてる人だったらあんまりね、うん、足痛くなったりしないみたいですね。ああそうなんだ。そう、やっぱこうブレると余計な動きが出るから、こうずれ、靴ずれとか、うん、しやすい。いやでもこれ結構大きいですよ。足指って腰に関係しますか？これ足がここが硬くなっちゃうと腰悪くなりますよ。あ、痛い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 けど、ちょっと広げとかないと癖ついちゃって取れないままになると。あ、痛い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 。ああ、直しといた方がいいですよ。痛いけどね、痛いけどさ。痛い痛い、何これ。いや、まあ、だから内側に癖がついてるからさ。痛い。はあ、でもまあ一応これで乗らなくなったじゃないですか。指が。足が怖がってる。怖がってる。でも乗ってなくなりましたからね。あ、よかった。はい、あ、ね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とグッドボタンお願いいたします。See you.